はい、こんにちは、ビッグボーイです。コールオブデューティーワールドウォー2製品版マルチプレイやっていきます。キャンペーンの方をね、先に前編公開したんで、そっちの方もよろしくお願いします。で、今マルチは、現時点で、どこだっけ？ランク47。まだプレステージはしてない。プレイ時間がもうそろそろ10時間。ってところで、発売から3日4日ぐらい経って、まだちょっと回線が悪いっていう、ちょっと、点があるんだけど、あとこの今作から追加されたこのソーシャルネットワーキングスペース、司令部ってところで、いろいろなんかお給料もらえたり、お給証拠でチャレンジを受けれたりあって、あとこっちも受けれたりというのがあるんだけど、あとサプライドロップもあったり、あとこっちで射撃演習場っていうところがあって、武器の試し撃ちとかができると、どうでもいいことだけど、ここで的をね、300的当てたらちょっと経験値がもらえる。あとこの司令部の嬉しいところは、海岸の方に行くと向こうのね、塔のところでキルストリークのね、あ、キルストリークじゃない、ポイントストリークの試し撃ちができるというありがたい機能があったり、まあ、他にもいろいろ休憩所があったり、ってな感じなんだけど、サプライドロップね、ガチャがあるんだけど、一応現時点では、なんかめちゃめちゃ強い武器がガチャで出るとかじゃなくて、なんかちょっと、おしゃれな武器が出たり、まあその程度のレベルなんだけど、そのレア度のグレードに、エピックのさらに上のヒロイクってのがあるんだけど、まさかのね、ヒロイクはね、ガチャでしか当たらない武器なんだけど、キルでね、15%兵士経験値ボーナスがつくんだけど、すでにね、2つ当たってて、STG のヒロイクと、さらに大好きなこの百式のヒロイクが手に入ってる。いや、これは最高だわ で、今、主に使ってるのは、このブルースカイ、まあ、百式のヒロイク武器なんだけど、じゃあ早速、やっていこうか。で、すげえ残念なのが、マップがね、めちゃめちゃ少ない マップが本当に少なくて、なんかね、一つ二つ無料で追加してほしいなぐらい少ない。これはベータにもあったマップだけど、全部で7個か8個ぐらいしかないんだよな、マップが。じゃ、とりあえず、こっち使ってっか。Team Deathmatch. 途中参加だけど。Move out and take position. Hostiles inbound. 今大丈夫だね、回線は。で、まあ、ヒロイクというグレードの武器だけど、別に強くなるとかじゃなくて、普通に経験値ボーナスがつくだけなんで、それだけならね、ほんとね、どっかのインフィニットオフェアみたいな、めちゃ強い武器が大量に出てくるとかじゃなくてね、いいよね。ね、それだけはもう勘弁願いたいわ。おう、めっちゃ来てる。ダメだ。あ、ここはベータでも結構やったマップだから、立ち回りも。はい。ね、STG ね、ベータの頃の方の銃声が好きだったんだけど、変わっちゃったんだよな、銃声。なんでだ？なんかね、ちょっとおもちゃ感が増した銃声になっちゃった。あとね、師団のなんだっけ、山岳だっけ？あら、倒せなかった。これ後ろから来てると、偵察機、喋る暇がないな。なんかちょっとラグいな まだね、ちょっと想定以上の接続者数があったのか、3ピン立っててもちょっとカクつくことがあるんだよね。その山岳師団だけが唯一の UAV とかからの偵察に移らないっていう、まあ、いわゆるボースト機能があったんだけど、その辺のね、師団にしかないスキルの一部がね、基礎トレーニングっていう方で追加されちゃったらしくて、
だからやろうと思えば SMG プラスゴースト、まあ、SMG サッププラスゴーストっていうのができるようになっちゃったわけだ。あ、ちょっと回線悪いや、俺だけだ。あ、ちょっとここは途中参加だからこんなもんで。上位プレイヤーが発表された後にサプライドロップがね、ランダムで振り当てられて、でオープンできるみたいな。運が良ければ何回でも当たることができるし、この師団にもプレステージが増えてて、師団のプレステージを行うと使えるようになる武器がね一部増えて、例えば歩兵師団をプレステージさせるとこの SVT っていうとてつもなく使いづらい武器がアンロックされて、スナイパーの手段はめちゃくちゃいい。スナイパーはまあ三角か、三角プレステージしたら KR が使えるんだけど、 KR がねマジ強なんだよね。でここもベータにあったマップだ。じゃあ今度100式のヒロイック武器ブルースカイ使ってこう。聞いた話によると AR が少し弱体化されたらしくて、まあ、SMG はね依然として強いんでね、使ってる人はね多いね。特にこの100式といい、あーやられた。あと PPSH とか、特にこの100式ね全然ブレもないし、ブレもないし強いし、ほんとね、悪いとこないんだよね、この武器。さすがね、メイドインジャパンだよね。OK。あ、でも俺、厳密に言えばメイドインジャパンではないのかな。で、今、山岳だから、足音がしない、レーダーに映らない、敵のキルストリークに映らない。とか、そんなところか。ザニテーダー We need reinforcements! で足音が聞こえないのもあるんだけど、すんげえねこのゲーム敵の足音も結構するから、こっちにいるのが割と役に立つ。建物越しでもね足音結構響くんで。あら、よし、残酷行くか。お、ショットガンがマジでこのマップ怖い。残酷ダッシュしてくる借感がね。今の人プレステージだ。プレステージの人もぼちぼちいるね。まだそんなにいないけど、全世界規模のランキングとか見たらもうおそらくは3周4周ぐらいの人もいるからね、すごいよな。寝ずに COD やってんのかってな。ほっ、あマインがあった。こっちか。 OK。 いやー強いな100式。下方修正待ったなしだな。ほい、エネミーパラトゥーズインデスカイ。OK。 インカミングエネミーアーティリリーゲットカバー。あ、空挺部隊がいるぞ。敵へ。武士かな。
ちょっと空挺部隊がラグってる。偵察。あら、待て待て待て、ちょっとラグい。ここはもう後ろ回り、ああ俺誰か降りてた。待て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 、うわー危ねえ。一回下がろう。そう、とにかくジャンプができないから、どっかの誰かが言ってたね、引くことを覚えろ、勝つということをね、身をもってね体感するわ。引かないとね死んじゃうから。とにかくリコン、エアボン、サーチングフォーターゲット。リコン来た、ここ大人気だな。はい、引きましょう。体力回復するのをちゃんと待とう。あ、仲間やられてる。遠い、これ負けちゃうなこれ。まだいるでしょ。あ、いるわ。こっちか、後ろかだよね。あと87、いたな今。オッケー。おっ、どう、危ねえ。あー、ダメだ、負けた。まあとりあえず今のところ経験値ボーナスもつくから、ヒロイック武器である STG と100式ばっかり使ってるなんてところで、 KAR とかも次回以降使っていこう。これ負けちゃったけど、じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。